横浜絵とは、江戸時代から明治時代に描かれた浮世絵の様式の一つ。横浜浮世絵、浜絵、横浜錦絵とも呼ばれる。御運亭、貞秀、横浜偉人召喚売り場の図、文久元年幕末から明治初年にかけて、横浜を画題として描かれたおよそ八百数十点の錦絵の総称であり、極めて短い期間に爆発的に大量生産された。主に、 横浜港、商館風建物、異国人の風俗などが描かれており、同じく異国趣味を題材にしていた長崎絵に順じて、こう呼ばれるようになった。作品は、諸岡屋以外では、伊勢茂など大半が、横浜ではなく、江戸の半元から出版されており、万円元年及び、文久元年の2年間が、横浜への最大の流行期であった。 安政六年に貿易港として開けた横浜は、江戸から目と鼻の先にあり、異国風物の存在する街であることが、多くの人々に強い関心と好奇心を呼んだ。そこで、江戸の藩元が競って、居留地や偉人風俗に興味を持ち、それらを浮世絵師たちに描かせたのであった。新規を好むのは江戸のみにとどまらず、もっと広く旺盛な好奇心に富む、日本人の正常であろうと思われる。 偉人、異国風物には全く興味を示さなかった、中国版画などと比較すれば、それはよりはっきりする。横浜へは、長崎へと共に、江戸時代末期における浮世への歪んだ空気を吹き払う、すがすがしい空気と活気に満ちている点が、最大の特色であると言える。晩年の二代歌川広重、二代歌川広地下、歌川貞秀、他に、歌川国吉門下から歌川薫院。 歌川義虎、落合吉宇歌川義森、月岡義俊、宇歌川薫園、歌川義富、歌川薫豊、歌川義春など、多数の浮世絵師が、この横浜絵を残している。豊原国一かも一時半元との注文で、横浜絵の流行に乗った。また五世田法流や中山年次などは、写真をもとに、絹地に、筆で陰影をつけながら、 肖像や日本風俗を写実的に描くという手法を編み出しており、これらも横浜へと言われている。ありがとうございます。